今日は令和元年の7月21日、参院選の投票日です。私まだ選挙に行ってませんので、これから行ってまいります。選挙のやり方を説明しましょう。投票用紙2枚もらえますね。で、あなたのお住まいの都道府県の選出議員、私はたまたま埼玉ですので、埼玉県の選出議員を選びますということですね。これが1枚目で、候補者のお名前を書いて投票しますと。で、投票用紙はクリーム色ですということですね。18歳から投票できますよと。はい、でもう1枚がですね、比例代表選出議員。これは、政党に入れるんですね、基本的に。比例代表選挙は候補者の名前、または政党の名前を書いて投票します。ですので、候補者の名前を書くと、その人の所属政党に票が入りますということになります。で、投票用紙は比例区は白ですね。はい、だから2枚もらえますね。さて、で、これをね、こういう候補を読んでから決めるじゃなくて、ご自身でですね、ここは譲れない、ここは譲れないっていうのをまずピックアップして、で、その基準に合わせて選んでいくのが一番いいと思うんですよ。あるいは、こういう政策をやった候補は絶対に当選させないという固い意志を持ってですね、選挙に行くとよろしいかと思います。で、私の場合はですね、かなりはっきりしていまして、まず憲法の改正、これを早く実現したいと思ってます。と言いますのは、アメリカがですね、もうすぐアジアから撤収します。そうするとアジアがですね、空白になっちゃうんですよ、軍事的に。と、その隙間をどっか他の国が埋めるんですね。そうすると、それはおそらくチャイナになってくると。ですから、今日本の周りはですね、アメリカ軍がパトロールしてますけども、これをですね、中国人民解放軍がパトロールすると。ということは、自動的にその、下に日本が置かれてしまうということになります。で、アメリカの属国だった日本がですね、中国の属国になって何が悪いんだと、おっしゃる方いるかもしれませんけども、とんでもない話で、少なくともアメリカはですね、民主主義国家です。大統領は選挙で選んでいますね。対して、中国は独裁政権です。大統領はなんか密室でぐちゃぐちゃ、共産党幹部が決めていてですね、一度も選挙をしたことはありません。中国は選挙のない国です。そういう独裁政権のもとに日本がですね、属国になるってことは、日本の民主主義は死にます。私はそれを望まない。じゃあどうするかと。アメリカが撤収すると。で、チャイナが出てくると。他に道はないのか。あります。それは、日本は日本を守る。日本は独自の力で日本を守る。そうです。自主防衛です。そのためにはですね、今の憲法では守れません。今の憲法はそもそもですね、構成権を禁じていると。戦争することを違法であると。こんな馬鹿げた憲法の下でどう戦うんですか。だから、日本の独立をですね、チャイナ共産党の独裁から守るために憲法改正は必要であるというのが私の明確な結論です。ですので、この憲法改正に反対する、憲法改正を妨害する議員を一人でも多く落としたいというのがもう大前提。私の投票基準ナンバーワンはこれでございます。憲法改正を邪魔する議員は当選させない。2点目、その
国防力を維持するためにはですね、憲法改正がまず第一で、そのもう一つはですね、それを支える、まあ、お金がかかるんですよ。つまり防衛費ですね。で、日本の防衛費がですね、全然伸びてないんですよ。中国はもうなんか倍々ゲームで増えてるのに、日本の国防費、防衛費が全く増えてないのはなぜかっていうと、それはですね、日本経済が停滞してるからなんですよ。で、日本経済が停滞してるということは、政府の税収も伸びませんねと。ということは、それに比例して、防衛費も伸びませんねということなんで、だから日本経済を活性化する、日本の経済を元気にすることが絶対条件なんですよ。そう。そこで消費税ですね。で、消費増税をすると、確かに一時的に政府の税収は増えるんですよ。しかし、国民がですね、お財布の紐を締めちゃうんですよね。つまり、お買い物をしなくなっちゃうんですよ。ということは、景気全体は後退するんですよ。で、このことはですね、3%から5%に上げるときに心配されていて、それを安倍さんはですね、いや、そんなことはないという財務省の説得に応じてですね、5%に上げた結果、実際に GDP はですね、下がったじゃないですか。そう。財務省は大丈夫大丈夫って言ったのに、その言いなりになって上げた結果ですね、経済成長はストップしたんですよ。そう。で、同じことをもう一回やるんですかと。ね。3%から5%に2%上げたら、そんだけダメージがあったのに、今回は何？5%から8%に上げますって？何言ってんですか？同じ失敗を二度繰り返すっていうのはですね、バカなのか、確信犯なのか、どっちかですよ。安倍さん。ねえ、あなたは財務省に騙されっぱなしのバカなのか、それとも日本経済は衰えてもいいという思ってる確信犯なのか、どっちかでしょう。そう。そのですね、落とし前を取ってもらいますよ。なんで私は今回は自民党には絶対に入れません。ということですね。まあ、あとの細かい話はどうでもいいんですよ。その憲法改正と消費増税反対っていうことですね。これだけが私の投票基準ですと。ということで、まず埼玉県選出議員のですね、この自民党の方。これはですね、バッテンをつけさせていただきます。入れませんと。それからですね、まあ、憲法改正に何が何でも反対しているのは共産党さんですね。共産党さんはバッテンをつけます。あとね、あれですよ、旧民主党系ね。旧民主党、日本をめちゃめちゃにしたですね、日本をめちゃめちゃにした、日本をめちゃめちゃにしたですね、日本をめちゃめちゃにした、ね、鳩山寛、野田、旧民主党系の生き残り議員たち、これは全部落としたいと。名前変えても無駄ですよ。旧民主党系はですね、まずこれですね、立憲民主党、枝野さんの、これは絶対入れません、私は。それから国民民主ですね。国民民主はですね、いろんな人がいて、で、だからその旧民主党系のですね、よりその共産党に近い方が立憲民主、枝野立憲民主で、そうじゃない方、だからより自民党に近い方がなんとなく国民民主なのかなという気はしますけれども、しかし国民民主のですね、国民民主党の、きちんとした外交防衛政策、私は聞いたことありません。つまりちゃんとその民主党政権時代のですね、反省の総括ができていません、この玉木さんのところですね。なんで私は入れません、信用できない。それから
公明党さんですね。で、公明党さんはですね、今、安倍政権を支えている与党の立場ですね。昨日大宮に安倍さんが来てですね、この方、公明党のこの候補者のですね、応援演説してましたよ。はい。消費税のことなんか一言も言えないですよ。ね、つまり、この消費増税について公明党は自民党と共犯です。ですから入れません。大体あなた方はですね、この高齢者に寄り添うとか言っておきながら、なんでその高齢者弱者を苦しめる消費増税に反対しないんですか。ダメじゃない。はい。あとはですね、かなり絞ってきましたね。N 国と NHK から国民をぶっ壊す。面白いと思いますよ。面白いと思うけども、こういうワンイッシューでですね、一つのテーマで議員を選ぶのは僕は反対です。面白いと思う。まあ、こういうセットあってもいいけども、思うけど、私は入れません。と同じ理由でですね、そのワンイッシュ政党には入れませんので、まあ、こういうですね、安楽死に賛成しましょうという、私は安楽死賛成です。賛成ですが、それを理由に国会議員っていうのは、ちょっと私の一票はもっと大事なことに使いたいんで、入れません。はい、ということで、こうやってまあ、消去法でやっていくしかないんですよね。そうするとですね、残ったのがですね、なんと、幸福実現党なんですね。はい。そう。で、ここに、ちゃんと書いてありますね。ほら、消費、減税と書いてます。消費減税。はい。下げましょうと、消費税を。それからですね、憲法改正で平和と自由を守りますと。はい。ということで、全く政策的にはですね、私、ぴったりの政党なんですが、ただし、これはですね、宗教政党ですよね。で、あの教祖様が、もしですね、なんか違うことを言い出したら、多分こういう政党っていうのはガラッと変わっちゃうんですよね。そう。だからね、ちょっとどうなんですかっていうことですね。ただ、こういうその、なんていうかな、自民党よりもタカ派の政党がですね、あることは僕は歓迎したい。だから、幸福実現党さんが、議員を出すことは私は、歓迎したい。はい。で、もう一つが維新ですね。日本維新の会。なんか維新もいろいろ分かったりよくわかんないんだけども、まあ、とにかくこの人がどういう政策かっていうことを見てみると、はい。あ、これちゃんと表がありますね、表が。ほら。憲法改正と消費増税と社会保障について、表があってですね、はい。で、維新さんは、憲法改正は二重丸、大賛成。で、消費増税は反対。はい。社会保障は仕組みの見直しということで、これはほとんど私と一致しますね、これは、維新さんは。はい。何？自民が90万票、立憲が62万票、公明が59万票、まあ、これ埼玉県の場合ですね、組織票だけで当選が決まっているのがこの3党ですと。そう。まあ、大体あれですよ、この自民というのはいろいろその経済関係のいろいろその団体さんがあるから、ね、団体さんがまとめて入れますよと。はい、立憲さんは大体労働組合ですね、連合ですね、連合労働組合。はい。公明さんはもちろん創価学会で、もうこれは票が決まってると。で、プラス、もう1議席当選するんですが、それを争っているのが維新か共産かということで、共産党さんの組織票が35万票で、この澤田さんという維新の方がですね、3年前は23万票と、ちょっと共産党にも劣っていると。はい。そこで私に1票ということで、なるほど、わかりました。はい。じゃあ、まあ、そういうことで、この選挙区の議員を私は選びますということですね。そして、比例区ですけども、
で、比例区はさっき言ったように、その投票に選ぶこともできるし、個人に入れることもできるんですよ。それでですね、もちろんこっちの選挙区の方と同じ政党に入れてもいいんですけども、せっかく2票あるんでね、2票あるんで、ちょっと他の選択肢を考えてみようってことで、で、私が今回の選挙でですね、注目するのはですね、この方ですね、この方、知ってますね、皆さん、及川さん。及川幸久さんっていう、これ、YouTuber なんですよ。YouTuber で、毎日ですね、政治、特に国際政治系のですね、動画を上げてる方で、で、この方のですね、おっしゃってること、私とほぼ一致してます。ですので、非常に米の立つ人なので、この人がですね、自民党政権をこう追い詰めるところをちょっと国会で見てみたいという気がいたしまして、で、この方、実はですね、幸福実現党のですね、外務局長なんですよ。なので、私は別に幸福実現党支持者ではありませんけれども、この人を議員にするのは面白いと思うんですね。なので、そういうことです。では、今から投票に行ってまいります。今、投票所に向かう途中ですが、まさかの夏祭りですよ、皆さん。ちょっとね、私は人混みに入ると死ぬ病気なんでね、ちょっとあそこは無理ですね。あれを迂回していこうと思います。日本テレビさん。日本テレビです。はい。そうなってます。お願いします。回答。男性。選挙区ではどの候補を支持しますかね。比例区はどの政党。こちらにコード番号ありますので、こちら普段はどの政党を支持しますか。支持政党なし。最も重視した政策は何ですか。消費税。年金制度を信用してますか。していない。安倍内閣を支持しますか。しない。終了です。すみません、ご協力ありがとうございました。今、出口調査、日テレさんの出口調査、パネル式だったんで、これはかなり正確な数字が出るんじゃないでしょうか。そうか、今日お祭りだから、ついでに投票っていう人も多いのかな。今もいますよ。夜8時までやっておりますので、まだの方は投票してみませんかね。今年18歳で初めて投票するって人も多分多いと思うんで、ぜひ
あなたの権利を行使しましょう。今日は以上です。